赤色担当あいつや、ピンク色担当ゆの、赤色担当かなめ、よせきあむ、緑のふみ、白のゆき、せーの、セーブポイントでーす。さあ、というわけで本日の曲なんですけども、ただいま僕たちカラオケに来ております。本日やる企画いきます。デデン、あーチーム対抗アカペラ対決。アカペラ太郎と歌えるよね。そうです。まずは3人と3人でチーム2つ分けて対抗してもらいます。1曲ずつ全員には歌ってもらいます、今から。で、もちろん全部アカペラです。で、なんかまあランダムで曲を決めてくんだけど、1人全員自分では曲は選べない、自分では曲は選べないんだけど、ベスト何十みたいなのがある。でもそれを今からルーレットにして、でそれが出た数字でそれで歌ってもらいます。あ、はい、で、3人の合計点数で、対決をしてもらいます。それは何かあるんですか。はい、本日の罰ゲームございます。負けたチームは、本日のこのカラオケ代おごりでーす。じゃあ今のうちに頼んどこうかな。バカ野郎。それでは企画ヒャーワーガナガナガナエツヤユユのアムチームと冬美かなめゆきチームで、はいはい。じゃあ曲の決め方は、なんですけど、今からこちらのねルーレットの方で決めていきたいと思います。俺らのチームから先行、はい、僕たちチームの一発目ユノさんからランキングでいきます。スタート。えっ、49。え、49番。やばくない。行きましょう。最高。お願いします。ドキドキ。49番の曲はこちらです。ドーン。あーあー、見てる。はいはい、ウィーアーだよ。ウィーアー。ウィーアーね、知っとるよね。A メロ、B メロはギリわかんないかもしれない。ドゥル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 。あ、まだだ。何何そのイントロ。そんなじゃないっすよ。じゃないよ。ワンピース見てた人。じゃじゃ。ありだけの夢を見つめ。あ、すごいよ。探し物を探しに行くのさ。ワンピース。はい、おお、いけるいける。あ、いいやった。マシマンなんて渋滞のもと熱に浮かされ。舵を取るのさ。知ってるよ。ほこりかぶってた宝の地図を確かめたのなら伝説じゃない。いやいやいや、個人的な話は誰かの愛を無理だ。むずそう。悔しい。でも歌えてたよ。チェックチェック。はい。はい。チェックチェック。ああ。一発目じゃあゆき。もう。ゆきくん、かなめくん、自分の。じゃあゆきさんのランキング決めてください。いけ。44。おお。なんだろう。なるほど。ああ。はい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 。聞いてください。頼む。ゆきで。レオって何？いや、分からん。どうしよう。あ、自分もそれ聞かせた。いや、それっぽく歌うって歌うじゃん。いや、メロディーが分からん。ショーケースの中過ごしたりもが過ぎ去っていた。これありなのか。え、分からん。僕と同じ手で転げ合う僕ら、こんなに君のこと
好きになっていた。どんな時でも、どんな時そう、空にいて君が言うなら。もうそれわかる。名前はレオ。わかんないか。嬉しい時も悲しい時もそばにときめた大事な人。本当にこれサビわかんないじゃん。ほんまにわからへん。やばい、ほんまに新曲来てもうた。名前つけて。おお、お疲れ。さあ何点ですか。あの60点を言っててくれた。おお、チーム。アルサ行きますか。はい。お願いします。行きます。てるやつ。ママタ40。43。お隣さんです。44だったら。ああ。2番手アムさんの43番。こちらでーす。何ですか。なんて音。ああ。さようなら。ありがとう。声の限り。じゃないの。悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うようにこのまま続くと思っていた。僕らの呼び合っていた光がまだ胸の奥に厚みの火。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして離した未来のために、夢が一つ叶うたび全然取れんリズムが。いやけど高いね声ね。さあいい、どうでしょうか。あ、おお、いいんじゃない。来ました、73点です。そちらのチームの2番手誰ですか。田辺さん。僕です。田辺さん行っちゃってください。行きます、スタート。終わり。お、うわ、12。うわ、いいじゃない。多分メロディー出てても多分シンプルにむずい。うん、第12位の曲。12位でしょ。俺も人気曲。うわー。わひどいぼっちにわきらきらをつながっていたいの。中心から思いを迷う。めっちゃいい。させない。え、もうやみそう。これ。二人やん。二人やん。え？これ。やばい。ハマっちゃった。やばい。あ、はい、入ってる。すごい。入ってるよ。いい。
つ。これはやばい。なんかだったらさ、これ引くぐらい。73点すごい。こっちのチームのラスト1人目、エツヤ行かせていただきます。やっぱエツヤはさ、何でも知ってるじゃん。エツヤのいろいろ。エツヤ君のランキングこちらです。10位、11位、11位、11位、いけるよ。マジ？あなたは多分いけるよ。本当？11位、11位、いいな。エツヤさんでこの曲です。何？あー、え、待って、わかんない。ちょっと待って、いや、でもだよ。僕は今無口な空に吐き出した孤独という名の雲その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせ掴めないのに。初めてのキスを繰り返してほしくて、愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ。舞い上がってゆけ、いつか夜の向こう側、うんざりするほど怒る君の歌。え、いいよ、めっちゃ多分いいよ。これ80後半、いいよ。待って、ワンちゃんいくと思う。意外と歌えたか。後半はいくと思う。意外といけた。来ました、83点。え、嬉しい。すごい。95点以上取れば、おお、そう、あるやん。95点以上。95点同点だ。ちなみに今まで普通にアカペラじゃなくて96以上ありますか？最高が7かも。おお、じゃあこれはモテるんじゃ、いけるんじゃない？いいですか、冬美さん、ラスト。おはこ、怖い。決めてください。え、嘘。おお、6番。6？ 6？ 結構有名。おお、この前ね、俺カナメと歌った。おー、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ、ビビさん。ビビさんでランキング6位の曲、こちらです。おー、はい。おー、え、ちな、これマジで寂しか知らない。え、マジでごめん、本当に分からない。いける、いける。分かる。え、マジで分からない、本当にごめん。袋に詰めた世間では誰もそれぞれぞれ出会った誰かと寄り添って会っている。そこに紛れ込んだ。コメントっていうのがあんまり出ていない。結果発表。じゃあ結果発表していきます。僕、ユノ、アムチームです。3人の合計点数は、あ、233点。おー、いいんじゃないの。さあ、そしてこちら冬美からね、ユキチームの合計点数は、207点。というわけで、おう、エツヤユノ、アムチームの勝利。悔しいね。はい、というわけで、罰ゲームは冬美、かなめ、ゆきチームにお願いしたいと思います。頼む。やばいです。いっぱい頼んでこう。やめてくれ、頼むよ。シャンパン、シャンパン。シャンパン。ミスニアの全部持ってこない。やめてくれ、頼むよ。はい、じゃあ、この動画が良ければ、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。